チャチューンサオ駅は、大王国中部チャチューンサオ県ムアンチャチューンサオ郡に、ある、大国有鉄道東本線の駅である。チャチューンサオ駅は、大王国中部チャチューンサオ県の県庁所在地で、人口約15万人が暮らす、ムアンチャチューンサオ郡にあり、駅の正面側が、市街地である。レムチャバン港マープタップット工業港を含む隊。 東部臨海工業地帯への支線網の分岐駅であり、貨物列車の発着も多く、有効長の長い貨物列車向けの着発線や、側線が設けられている。東部臨海工業地帯方面の貨物列車は、東駅の西方、ラートクラバン内陸コンテナデポ駅や、バーン数奏車場方面との間で運行されるほか、東駅北方、クローオンシップカーを健康移線を経て、 東北本線や北本千円線方面との間でも運行されている。1994年から2004年にかけて実施された改良工事で東線の東駅伊勢の区間はバンコク都内のフアマーク駅まで参線区間となり、引き続き東駅からサッタヒープシ線を経由してレムチャバンまでの区間の複線化も実施された。2010年現在、 東線あたり駅クローンシップカーを駅間及び、クローンシップカーを健康遺線の伏線化が着工に向けて準備中である。また、サッタヒープシ線とクローンシップカーを健康移線方面との間で運転される貨物列車について、当駅での方向転換を避けてスルー運転するため、当駅の東側で、サッタヒープシ線と東線の本線を単落する。 貨物線の建設も計画されている。1908年1月24日、大国鉄東本線のクルンテープ駅着順差を、間開通に伴い、開業。開業当初は、終着駅であったが、17年後の1925年1月1日に、カビンブリー駅まで延長され、中間駅となった。さらに64年後の1989年7月14日に、 当駅で東本線から分岐するサッタヒープ支線が開通し分岐駅となった。単式及び島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり駅舎はホームに面している。単式ホームは切りかき機ホームとなっており主に万国方面からの当駅を四終儀とする列車に使用されている。蒸気機関車182号機あたり駅駅前に 退液した182蒸気機関車が生体保存されている。ありがとうございます。